ヨハン・シャルクは、オーストリア・ハンガリー帝国出身の軍人。最終階級は、空軍大佐。オーストリア空軍及び、ドイツ国防軍空軍に所属していた。第二次世界大戦では、総出撃回数163回、総撃追数15機を記録した。シャルクは1922年に、オーストリア空軍へ入隊した。1928年には、少尉へ昇進している。 1933年8月には飛行隊長へ就任し、その後第一戦闘飛行隊の指揮官となった。シャルクには曲芸飛行選手としての一面もあり、オーストリアのみならず、ドイツやイタリアでも経験を積んでいった。アンシュルス以降は、ドイツ国防軍空軍に入隊し、1938年8月1日に、第134戦闘航空団第4飛行隊、 飛行隊長へ就任した。第4飛行隊は1939年5月1日に第26駆逐航空団第3飛行隊へと再編されている。第2次世界大戦ではフランス侵攻で5機、バトルオブブリテンで6機など、衝撃追数15機を記録している。シャルクは空軍名誉杯を受賞した最初の人物であり、 かつく逐飛行隊所属のパイロットとして、最初の騎士鉄十字章受賞者でもある。ABCDE オーバーマイヤー1989、P192、フェルギーブル2000、P374、シェルツァー2007、P656。ありがとうございます。